はい。GDY のハットリです。よろしくお願いします。今日はですね、スイスの赤ワインを紹介します。本日のワインですけれども、ワインの産地はスイスで、ワインのタイプは赤。生産者はレフィスド・シャルル・ファーブですねで。ワイン名がヒュールボン・ピノ・ノワール。ヴィンテージが2022年で、ブドウの品種がピノ・ノワール。参考価格が3000円です。ラベルですけれども、まず思ってですね。はい、こちらね、ワイナリー名と、それからワイン名が書いてありますね。 で、原産地故障。で、裏も、ここにワイン名と原産地故障とヴィンテージが書いてあります。で、ここにワインの説明と、下の方にね、ワイナリー名が書いてありますね。ですので、ラベルから読み取れない情報はないですね。はい、特典ですけども、62点としています。色はね、ルービー色ですね。香りはイチゴジャムとか、ちょっと燻製系の香りがしますね。アタックは丸い骨格で、イチゴの果実味。 それからタンニンと酸味はバランスが良くて飲みやすいですね。フィニッシュにかけてスマ桃のような酸っぱさがね、残りますけれども、心地よいですね。はい、他かにもね、こういった動画ありますので、チェックしてください。失礼いたします。